宮坂正は日本の薬学者。薫陶は瑞宝小綬章。岳位は薬学博士。公益財団法人諏訪教友会顧問。昭和大学名誉教授。東京医科歯科大学歯科材料研究所助手。昭和大学薬学部教授。昭和大学薬学部学部長。学校法人昭和大学理事。学校法人昭和大学幹事。財団法人諏訪教友会理事長。公益財団法人諏訪教友会理事長などを歴任した。長野県岡谷市生まれ。長野県諏訪清良高等学校を経て1958年、東京大学医学部薬学科卒業。同大大学院科学系研究科の薬学専門課程を1960年3月に修了した。なお、1965年3月には東京大学より薬学博士の学位を授与されている。学位論文の題は、抗野、巻成分の研究、メチルスキアドペートの構造並びに、同属、ジテルペンとの関連である。1960年4月より、東京医科歯科大学に勤務することとなり、助手として採用された。東京医科歯科大学では、歯科材料研究所の薬品部に所属した。それから、オレゴン大学やウィスコンシン大学にて、博士研究員を務めた。後に、昭和大学に転じることになり、1968年10月に薬学部の助教授に就任した。薬学部では、主に薬品製造科学の講義を担当した。1978年4月、昭和大学の薬学部にて教授に昇任した。薬品製造科学を講じる教室においては、荒川喜一の後を引き継ぎ主任教授を務めることとなった。また、1997年4月より、昭和大学の薬学部にて学部長を務めることになった。1999年3月にて教授を退任した。同年翌月、昭和大学より名誉教授の称号が贈られた。なお、薬品製造科学を担当する教室は、田中博道が、主任教授として引き継いでいる。大学においては、教学分野ばかりでなく、管理運営分野においても、要職を歴任した。昭和大学の設置者である学校法人においては、1997年4月より理事を務めた。2004年4月には、学校法人の幹事に就任した。また、2008年6月には、学生寮、常全館の同窓生らにより構成される諏訪教友会の理事長に就任した。2010年には諏訪教友会の公益財団法人への移行を成し遂げた。還付と手信入りの手関専門は薬学であり、特に薬品製造科学などの分野を研究している。具体的には多環性の複素環化合物について、その反応や合成についての研究に取り組んでおり、その生物活性の調査を行っている。著名な業績としては、還付と手信系抗がん剤、塩酸入りの手管の開発に成功したことが知られている。従来、キノリンアルカロイドの一種である、還付と手信には高腫瘍活性があることが知られていたが、様々な副作用を伴うことから、抗がん剤として利用することは、極めて難しいとされていた。かつてアメリカ国立がん研究所が創薬に取り組んだが臨床試験で重大な副作用が見られたため治療薬としての開発そのものが頓挫する事態となっていた。しかし宮坂は沢田成吾や横倉照夫らとの共同研究において還付と手信の化学構造を変換させるなどこれらの問題の解決に取り組み十数年の歳月をかけて還付と手信系抗がん剤、塩酸入りの手管を開発した。還付と手信系抗がん剤の開発に成功したのは、宮坂らが世界で初めてである。後年、この抗がん剤は、世界各国で承認されることになり、1000億円規模の医薬品市場の創生につながったとされる。その結果、宮坂らが開発した塩酸入りの手管は、初期開発から市場開拓まで我が国で、主導的に進められた医薬品開発の先駆的な成功事例と評されている。また、ヌクレオシドの研究に取り組んでいた際、6E置換アシクローリジン誘導体にヒト免疫不全ウイルスの増殖を抑制する作用があることを発見した。6.1 間足クローリジン誘導体が逆転遮光阻阻害剤としての働きを持つことが明らかになり、これを応用した抗エイズ薬の開発の先駆けとなった。これらの業績は高く評価され、2007年には科学技術分野の文部科学大臣表彰において科学技術賞が授与されている。同様に日本眼学会と中外アンコリジー学術振興会議からは2011年にジャカチャーオ賞が贈られている。また、材料科学技術振興財団からは2013年に山崎定一賞が贈られている。その他、天然モロを創薬の反応素材として用いる研究成果をまとめ、その業績によって日本薬学会から日本薬学会学術貢献賞を贈られている。自然から与えられた素材の構造的特徴を生かした科学を実践することによって特異な構造に覆い隠された普遍的な化学反応性を理解することができ、ひいてはそのものの生理作用の基準を解明することにもつながるとの信念を持っていた。自身の信念に基づいて長年にわたり自然から与えられた素材である天然由来の成分をテーマとして取り上げ、それらを医薬資源として応用すべく研究に取り組んでいた。ありがとうございます。